タブアイラン島、またはファニング島、ファニング干渉は中部太平洋にあるライン諸島の島の一つでキリバス領である。位置は北緯3度51分36秒、成形159度21分52秒である。標高は3メートル。タバアラン島とも表記される。ハワイ諸島からおよそ900マイルの距離に位置するタブアイラン島は最初にハワイに住み着いた。 ポリネシア人の中継地点であったと思われる。クック諸島か、トンガからやってきたと思われる人々が住んでいたことを示す遺物が発見されている。皇帝差の少ない地形、ダブアイラン島は1798年6月11日にアメリカ船、ベッチーのアメリカ人船長、エドモンド・ファニングによって発見され、彼にちなみ命名された。発見当時島は無人であった。ファニングによる、 発見後は、複数の国の捕鯨漁師が訪れた。1855年から、マニヒキ関省からやってきたヘンリー・イングリッシュと150人の労働者によって、輸出用のココヤシ油の生産が開始された。1855年10月16日に、イギリス海軍のコルベット大道で、モーズヘッドが訪れ、島はイギリスの保護下に置かれた。 1888年3月15日に、イギリス海軍のスループ、キャロラインのウィリアム・ワイズマン艦長によって、正式にイギリス領とされた。艦章の東側には、イングリッシュチャネルと呼ばれる深い水路が作られた。タブアイラン島は、カナダとオーストラリアを結ぶ太平洋横断ケーブルの中継地となった。そこは、第一次世界大戦中の1914年9月に、 ドイツ帝国海軍の防護巡洋艦、ニュルンベルクに艦砲射撃された。1939年にタブアイラン島は、イギリスの植民地ギルバート諸島、エリス諸島の一部となり、1979年には、独立してキリバスの一部となった。ありがとうございます。